Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブル・フランセ・プレゼンツ、アラ・キャフェットにようこそ。フランス、フランス語が大好きなあなたに、旬な情報をお届けする番組です。パーソナリティのやすこです。今日もよろしくお願いします。さて、今日は前回に続きまして、日本人講師のあきお先生をゲストとして呼んでいます。こんにちは、あきお先生。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずはじめに少しだけ自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは、あきおです。アンサンブルとの出会いは生徒としての出会いでした。しばらく生徒としてレッスンを受講していたんですけれども、ご縁がありまして、2015年の7月から講師として皆さんと一緒に勉強させていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、あきお先生、実は今日2回目というふうに言いましたけれども、ずっと昔に一度とかもう2回あきおさんとしてゲストに出てきてもらってたんですよね。そうですね、懐かしいです。そうなんですよ。実はその頃にあきおさん、ぜひアンサンブルの講師としてデビューされませんかというラブコールをしている最中だったので、はい、あれから講師になられてご活躍なさっていて嬉しい限りでございます。ありがとうございます。ね、あきお先生とは私名古屋のオフ会にてお会いしたことがあるので、とても親近感を感じております。はいはい、そんなあきお先生、前回ね、少しちょっとね、こう関西乗りで、ね、ロシアのことを話してしまったんですけれども今日はそのね、普通の人はちょっと行かないのではないかなという、そんなロシア旅行の話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ最初になんですけれども、はい、まずなぜロシアに行こうと思われたんですか？そうですね、いくつかきっかけはあったんですけど、直接の理由は何年か前にちょっとテレビでロシアのことをやっていたのを見て、で、当時新潟からロシア行きの船というのが直行便で出てたのを見たんですね。で、それまでこうロシアって私にとっても近くて遠い国っていうイメージだったんですけど、なんかそこからこう近くて近い国っていう感じにイメージが変わりまして、あ、一度ロシアに行ってみたいなっていう思いが、そこからこう湧いてきた感じですかね。それで今回ね、ちょっとうまくいくことができました。つまり今回のご旅行は個人旅行で行かれたんですか？そうですね、一応こういうプランでっていうことで、旅行会社は使ったんですけれど、自分たちのオーダーメイドで行きたいところを選んでっていう感じでした。ロシアに2人で行かれたんですか？あ、そうですね、友達と2人で、うんうん、はい。じゃあまずやっぱりアエロフロートでモスクワですかね？いえ、アエロフロートでもなかったんですけど、多分聞いたことないと航空会社だと思うんですけど、で、行き先はですね、普通メジャーなのはね、モスクワ、サンクトペテルブルクというところで、ちょっと皆さん、それどこって感じかもしれないんですけど、ロシアという広大な、ね、国がありまして、それの一番西の方にモスクワ、サンクトペテルブルクがあります。で、私が行ったのはそちらの西方面ではなくて、もっと東方面の日本から近い方ですね。一番最初にウラジオストクというところに行ったんですけれども、ここはもう東京から飛行機で2時間ぐらいなんですよ。そんなに近いんですね。近いんですよ。もうこれ国際線ですかみたいな飛行機乗って行ったんです、で、そこからウラジオストクからちょっと西の方に移動していって、真ん中よりちょっと東寄りの方にこう三日月型をしたバイカル湖というね、有名な湖がありますけれども、ちょっとそこまで行ってちょっとリゾートをして帰ってきたと。まずじゃあウラジオストックに着かれてからは陸路で移動されたんですか？はい、ウラジオストックで2日ほど過ごして、その後シベリア鉄道に乗ったんです。なんか聞いたことある名前ですね。はい、ですね。でね、シベリア鉄道っていうのはね、世界で一番長い鉄道、これもね、世界で一番長い鉄道なんですけれども、いくつかルートがあるんですけど、一番長いルートの東の出発点がウラジオストック、それが西の、モスクワまで行くんですよ。で、はい、全行程を行くとなんと1週間かかります。すごい長い。ずっと乗りっぱなしでロシアを横断。そうですね、そういう人もいますし、途中で降りてまたね、しばらく観光してまた乗ってっていうことももちろんね、そういう方もいらっしゃいますけど、私たちは、ウラジオストクからバイカル湖の近くの一番大きい町がイルクーツクというところなんですけど、そこまで、3泊かけていきました。3日間電車の中で。そうですね、どのようなことをされて過ごされるんですか？
あんまりやることがないんですけれどひたすらこう景色を眺めるという感じではあるんですけれどもね、まあ、景色っていうのは大体こう平原にこう森林が点在している感じの大河っていう針葉樹林なんですけれども、うん、そういうものをこう見ながら時々川とか渡りながら、はい、そういう景色を眺めながら食べ物をねいろいろ持ち込んで皆さん入るんですけれども私たちもいろいろ食べ物を持ち込んで中でこうピクニックですね食べたり飲んだりダラダラしながら、はい、やってました。あとね一応テレビがあったんですけれどもそのテレビは壊れてて知らなかったんでテレビは見れなかったんですけどもうなんかもうそれはもうロシアだしみたいな感じで私たちなんか行ってる間にいろいろこう驚くことに出会ったんですけれどもだんだんこう慣れてくるといつの間にかロシアだからっていうのがこう合言葉になっていったんですよ。で何でもそれで納得するようになったらなんとロシア人の中にもロシアだしっていうここはロシアだからっていう言葉があるということを知ってとても驚きました。はい、ちなみにロシア語で何て言うんですかね。それはね、あのエタラシア。エタラシア。はい、とても簡単ですよね。エタっていうのがこれはっていう意味なんですけど、ラシア、ロシアですよね。エタラシア。はい、エタラシア。はい。なんかフランスでなんかセラフランスっていう。そうですね。ロシア人もあロシアだから、まあなんかちょっとしょうがないよみたいな感じですかね。そうなんです。その社内の部屋なんですけど、うん、もうめちゃくちゃ狭いんですよ。ここで最初入った時あらここで3日間過ごすんですかみたいなぐらい狭かったんですけどなんであんな体格の大きいロシア人がね、うん、まあホテルのシャワールームとかもそうだったんですけどなんかやたら狭くってどうしてこんな土地も余ってそうなのにこんな狭い作りにするのかっていうのが謎なままなんですけどね。謎ですね。じゃあそのロシアでこう移動されたわけですけれどもちなみにやはり秋代先生はロシア語も達者でいらっしゃるんですか。いえ、私のロシア語はまあね、ちょっと前に勉強したことがあって、しばらくやってなくって、で、旅行前にこう慌ててサバイバルロシア語をやりまして、まあ、自己評価で5段階レベルとして 0.1 です。おお、すごいちっちゃい評価ですね。0.1 ですよ。1でもなくて 0.1 です。0.1。そんなこうサバイバルで、ちなみにやっぱロシアでは英語は通じたんですか？それがね、もうびっくりするぐらい通じないんですよ。おー、では、0.1 のロシア語で。もうあれね、本当に勉強していってよかったと思って、びっくりするぐらいね、なんかホテルでさえ通じなかったりするので、まあ、通じるとこもあるんですけれども、本当にバイカル湖とかちょっと田舎の方なんですよね。そっちに行くと本当に英語がもう通じなくって、でシベリア鉄道の中ももちろん通じない、乗務員さんたちが誰も英語喋らない、ね、誰も英語喋らないんですよ。意外ですね。ちょっと微妙に喋る人、ゼロではないけど、まあほとんど喋らないって感じ。もうそこはロシアでしたね。エタ、はい、ロシアで。エタロシアで。はい。そうですか。では、具体的にその3日間、シベリア鉄道で過ごされていて、どんなことが印象残っていますか？食堂車にね、があるんですよね。で、ちょっと食堂車にも何回か行ったんですけれども、でそこで音楽がね、うん、なんかロシアンポップスみたいなのがかかってて、それが結構いいなと思ったんですよ。うん、でそれで食堂車のおばさんに歌いながら仕事してる人がいたので、この人が、ね、音楽を選んでるのかなみたいな感じで、その人にね、この人誰とかね、聞いたり、ちょっと片言で聞いたりとかして、でなんかそんなことしてるとちょっと仲良くなれたりとかね。うん、まあそういうのはとか、あと私たちの部屋の隣の部屋がロシア人一家だったんですけれども、まあちょっと小さい男の子、連れたお母さんが、なんかちょっと私たちの部屋を覗いてくれたりとかして、で、なんかちょっと子供とバイバイとか言ったりとかね。はい。なんかそういうコミュニケーションっていうのはすごく楽しかったです。なんかロシア人のイメージでちょっとこう、ちょっと冷たくて怖いのかなっていうような感じもあったんですけれども、なんか優しそうな方が多かったんですね。普通に会う人は結構優しい人多いですし、まあ食堂車のおばさんたちは結構フレンドリーだったんですけど、うんお店とか、ね、レストランとか、まあ、ホテルとかもそうなんですけど、まあ、それは、それは、愛想が悪いんですよ。だね、フランス語をね、やっているとね、こう、私たち、お店に入ると必ずね、ボンジュー挨拶しますよね。で、まあ、最後はね、メルシー、ボンジューね、とか言ってね、挨拶するんですけど、全然ない。全然。無視。無視。みたいな。なんか、入って、品物を選んで、お金払って、はい、帰るみたいな。はい。言葉なしですか？
もうほとんどない感じですね。まあ、別にこう私たちが旅行者だからってわけでもなく、うん、なんかまあ品物を選ぶときにあれとかこれとかいう会話はあるんですけど、それ以外は本当に愛想がなくって、詳しい人に聞くとね、10年15年前に聞くとそれでもだいぶ良くなったらしいんですけれども、私はそうなのかみたいな、10年前はもっとソビエトかみたいな、そっとソビエトのね、これよりかはちょっと良くなってるのかもしれないですね。そうみたいですね、はい。まあそんなこんなで3日間かけてバイカル湖に到着された京先生ですけれども、はいはい、バイカル湖ではどのようにして過ごされたんでしょうか。まずね、バイカル湖どういう湖かっていうことなんですけど、世界で一番水深が深い湖ですね、うん、どれぐらい深いっていうと、一番深いところで 1.6km あります。想像がつかない深さですね。そうですね。であと水の透明度もね、世界一ということで、やっぱりとっても綺麗な水でした、うん、はい、すごくそこの方まで、そこっていうかね、まあ近くですけど、すごく綺麗に澄んでる水で、でもね、冬は本当に氷で閉ざされてるような湖なので、私が行った時はまあ夏だったので、結構外は日中はね、日差しで暑かったんですけれども、もうやっぱり水は温まることがないんですよね、うん、だからもうとっても水は冷たくって、私はちょっとこう足をつけてみたんですけれども、そう長くはつけていられない、はい、でまあだから皆さんこう今大体ロシア人がね行くリゾート地っていう感じで、ロシアの方が多かったんですけれども、うん、まあ皆さんこう湖の、あの水際で日光浴をしたりピクニックをしたりっていう感じで、私たちもそういう感じで過ごしてたんですけれども、うん、まあ、たまに泳いでる人も見かけるかなみたいな、つわものですね。ちょっとびっくりみたいな、泳ぐのかみたいな、あ、まあ、来たからには泳がねばという人なのかもしれませんね。いやでも真冬はもう本当に氷で全然もう水がじゃなくなっちゃうんですか。あのね、なんかちょっと聞いた話によると、その氷の上を車で走ることもそういう人もいるぐらい凍るみたいです ね、カナダみたいですね、はい、ね、そうですね、私ね、うん、なんか前の、ね、そうそうそう、カナダに、ね、の話は凍ってた話、なんかいつもそういう寒い話で、寒い話で、その寒い話じゃなくてみたいな。いやいやいや、とても楽しそうな旅でございましたけれども、お帰りなさいませ、無事に帰ってきていただいて嬉しいです。ありがとうございます。またぜひ2人でゆっくり飲みながらでもこんな話を伺いたいと思いますので、今日はじゃあ最後にアンサンブルメイトが聞いていらっしゃる皆さんにぜひメッセージをお願いします。そうですね、今日はね、私のロシアの旅行の話をね聞いていただいたんですけれども、本当に私のロシア語は申し上げたように 0.1 レベルなんですけれども、まあ、本当にその 0.1 を知っていると知っていないとでね、うん、大きな違いっていうのをもう本当に身をもって実感したんですね。まあサバイバル的なこともそうですし、まあね、出会った人と少しコミュニケーションが取れるっていうことでも、やっぱり 旅の楽しさっていうのは全然違いましたので、うん、やっぱりその外国語って0と 0.1 の差っていうのはもう雲泥の差ですね、はい、0.1 と 0.2 の差の何倍もあるというふうにね考えていただいていいと思うので、まあ、皆さんもねフランス語を一生懸命勉強されていると思うので、まだまだダメだなと思っても、全然そんなことは決してなくて、少しでも知っているっていうのは全然違うっていうふうにね思っていただいて、続けていただけたらなと思います。そうですね、ぜひフランス語を勉強されて、皆さんもフランスに遊びに行ってみてはどうでしょうか。それでは京先生、2回目ですけれども、トータルで4回にわたって出ていただいて本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。さて、今日のアラキャフェットはいかがでしたか。番組では皆さんのご意見やご質問など、どしどしメールを募集しています。radio@ansamblefr.com、 ぜひこちらまでメールを寄せてください。それではアビアントー。